皆さんこんにちは、スイコカワタロウのゴム手です。はい、今日はですね、こちらどうですか、可愛らしく巻けてますでしょ。これ何かっていうと、以前ね、作っていただいたターキッシュスピンドルを使って紡いだ、羊毛なんですね。でこの羊毛はメリノの毛なんですけれども、すっごく柔らかくって、こう首元に巻くものを作ったとしてもチクチクしないものなんですね。で、この毛は、原毛で仕入れましてね。でそれを使って一回機織り機で千鳥格子みたいな柄でね、もう一つ濃い方の色と合わせまして、一枚マフラーを折ったんですよ。でそれはね、注文販売だったんで売れてしまったんで、もう手元にないんですけれどもね、何玉かこういうのが残ってるので、これを使ってスヌード編んでいこうかなと思っております。はい、ではね、このターキッシュスピンドルで紡いだウール、このまま使うのって私初めてなんですけどね、ちょっと面白いなと思って、このままでね使ってみようと思います。でターキッシュスピンドルで紡ぐとね、真ん中から糸を出したものがこのまんまスル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 っとこうやって出てくるんですよ。これ便利でしょ、ね、だから新たに糸玉に巻く必要がないんですよね。でこれを使って編んでいこうと思うんですけれども、最初、作り目なんですけどね、以前、多分ね確認してないんで定かではないんですけれど、編み物予備校のこけし先生がやっていらっしゃったものなんですけれどもね、糸玉の真ん中から出ている糸と、それから外側から出ている糸両方を取りまして、でなんかね、こう両方をこうくくってしまうわけなんですね。こう結び目を作ってしまうんです。はい、こうやって結び目を作りました。でこれをいつもみたいにね、こう輪っかにして、輪っかから反対の糸を引き出すようにしまして、でそれを針にかけます。でこの状態から指でかける作り目をしていくっていうね、そういうやり方があるらしいんですね。でこれでやると何がいいかっていうと、指でかける作り目の場合に、この親指側の糸が途中でねなくなっちゃおうなんていうことがよくあるんですけどね、それが防げるんですよね。親指側の糸も人差し指側の糸も両方とも玉から出ている、内側と外側なので、どちらもねなくなってしまうことがないんですね。なので最初から最後までちゃんと作り目ができるっていうね、そういう利点があるらしいです。じゃあこれでね作り目していこうと思います。あとはね、やり方は指でかける作り目のやり方と同じやり方なので、普通にやっていこうと思います。このね作り目のやり方は普通通り一緒ですね。はい、これで88目作っていきます。で今から編んでいこうと思っているネックウォーマーはですね、ニットマルシェっていう最近買った編み物の本の方に載っているデザインです。それを使ってね、そのデザインを、まるまる真似させていただいて、使わせていただいて編んでいこうと思います。でね、ちょっとこれ作り目している間、単調な作業になりますので雑談していきますね。はい、今日は12月の15日なんですけれども、我が家ではある記念日があります。何かって言いますと、今ね我が家のアイドルである猫のカプランなんですけどね、はい、カプランが我が家に来た日の記念日です。はい、その時のカプランが我が家に来るようになったいきさつをね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。これもね、なんていうのかな、ちょっと不思議なというか運命的な出会いだったように思うんですよね。お話しさせていただきます。でその日ね、私朝から、仏さんにお供えする花を買いに出かけたんですね。そしてお昼過ぎからね、ちょうど今ぐらいの時間帯かな、お墓参りに行こうと思って、お花をバケツに入れて、でお線香とかね、お墓を清めるタオルとかそういうものを入れた袋を
片方の袋に入れてね、それを持って坂道を登っていってたんですよ。で、だいたいね、最近は私お墓参り行くときに車で行くことが多いんですけど、なんかその時はね、いいお天気だったこともあってか、歩いて行こうっていう気分になったんですね。で、まあ、それもね、一つ偶然だったなと思うんですけれど、多分車で行ってたら行き合わなかったと思うんですね。坂道を登っていきましたら、あの途中からなんかにゃんにゃんって子猫の鳴く声が聞こえてくるんですよ。で、おや、どこか家と家の隙間とかそういうところにね、子猫がいてるのかなと思ってこう覗き込んで見ながらね、歩いていってたんですけど、めっちゃ大きな声でにゃんにゃんって聞こえてくるんですよ。で、その声がだんだんに坂道を降りてくるような感じなんですね。で、ふっと上見上げると、向こうのね、車の影の方から、あの路上に止まっている車の影の方からね、大学生ぐらいの男の子が坂を下ってくるのが見えたんです。で、その足元に、可愛らしい子猫がね、まとわりついてニャーニャーってその男の子に泣きついてるんですよね。あの子猫の散歩させてるのかなって思ったんです。にしてはね、すごく男の子の歩くスピードが速かったんで、あれおかしいなと思ってよくよく見たんですね。そしたらその男の子は、あの一生懸命片手でスマホを操作しながら、スマホの画面見ながらね、ちゃっちゃちゃっちゃ歩いてるんですよ。一瞬私ね、あれ猫のお化け見えてるって思ったんですけど、いやいや違う違う違う、確かにいてる猫やって思ったんですね。男の子は猫の姿が見えてないような素振りでちゃっちゃちゃっちゃ歩いてるんですよ。でも猫は必死でね、その男の子にねえねえ、かまってよ止まってよっていう風にアピールしてるんですよ。私、あら、これはちょっとおかしな状況だぞって思ったんですよね。リードもつけてないですし、これは子猫散歩させてるんじゃないぞって思ったんですよ。不思議だったんで男の子にね、ちょっと待ってって、その子猫どうしたんって、あんたどこの子猫って声をかけたんですよ。そしたら、いや知らないっすって、あの僕のじゃないですって、勝手についてきたんでみたいなことを言うんですよね。その子猫ね、はい、生後2ヶ月か3ヶ月かそのぐらいのね、ほんの小さな子猫なんですよね。で、勝手についてきたって、その子猫ね、見た瞬間シャム猫だと思ったんですよ。シャム猫だったんですよ。なんていうの、顔の真ん中とか手足の先とか尻尾が黒い、シャム猫の柄だったんで、最近ねこの辺ではシャム猫の野良猫ってあまり見かけないので、それはおかしいよって、あのどこかで飼われてた子猫なんじゃないのって、どこからついてきたんって聞くんですけど、男の子はさーって、気がついたらついてきてたんで、僕知らないんでって言うんですよね。で、正直シャム猫欲しかったんですよ。うちの母がね、シャム猫大好きで、これまでにも4回シャム猫を飼ってるんですけどね、最近はシャム猫もペットショップなんかでも出ること少なくなりましたし、譲ってもらうにも飼っていらっしゃる方少なくなってきて、なかなかね飼えなかった猫の種類だったもんですから、まあいいなと思ったんですよね。男の子は知らない、自分どころじゃないって言い張るんですよね。じゃあその子どうするつもりなんて、今あんたに足元ねすり寄ってついて行ってるけど、どうするつもりなんて聞いたら、さあ僕これから公民館のとこ行くんでっていうような感じで、さっさっさっさ歩いて行ってたんですね。もうそれ以上ね引き止めておくわけにもいかなくって、じゃあでもその子警察へ届けた方がいいよ、きっと飼い主さんがいてるんだったら探してはるよって、きっとねペットショップでお金出して買ってこられた子猫やと思うから、ちゃんと届け出して探してあげた方がいいよって言ったんですけどね、はあっていう感じで、あんまりこうなんていうのかな、ぬかに釘な感じの返事をして歩いていきやったんですよね。ね、あの子絶対警察届けたりせえへんわと思ってたんですよ ね、あの公民館行くんやったらその途中でうちの家の前を通るはずやから、運が良ければうちの子になるのにな、お母さん外へ出てへんかなと思って。でも、ね、あの電話かけるっていうのも、ね、おかしな話だったんで、まあ、かけずにね、置いたわけなんですよ。もう そのままお墓へ行ってお墓参りしたわけなんですよね。でもどっかで私の心の中ではね、あの子猫絶対うちに来るっていうような確信めいたものがなんかあったんですよ。で、お墓参りを終えて家に帰ったら、お母さんが庭に立ってたんですよね。お母さんがね、子猫抱っこしてるんですよね。なんとその坂道のところですれ違った子猫を
うちの家に来てたんですよね。はい、ちょうどうまい具合に88目できました。でそしたらいつものように輪にするように構えまして、でこのね糸玉の外側から出ている糸を切っといてあります。はい、これでもう普通に編むことができます。はい、でね家の方に帰ってきたら庭先でねお母さんが立ってて、あのさっきのね子猫を抱っこしてるんですよ ね。その子猫どうしたんって言ったら、隣のね外猫がねあの追いかけたのかなんか分かんないんですけれど、うちの庭にあの駆け込んできて、でうちの庭のサザンカの木に登ったんだよって。お母さんたまたまその時ね洗濯物取り入れに外へ出てきてたらね、あの猫の声が喧嘩する声が聞こえてきて、何事かと思ったらね、あのうちの庭の木に子猫が登ってて、でシャム猫であまりにも可愛いからね捕まえたんよって。で隣の子と喧嘩しないように今一生懸命抱っこしてあの落ち着かしてるとこなんやけどって言うんですよね。ほら来たって感じですよね。でそうやってねあの我が家に迷い込んできたんですけどね、シャム猫だったもんですからね、きっとこんな野良猫はいてないだろうと、こういういい猫をねそんな簡単に捨てる人ってないだろうと思ったんで、その日のうちにねあの警察に届けを出したんですね。あの迷子の猫を預かってますっていうことで警察署へ行って、で猫の写真撮ってもらって、どこら辺で保護したっていうことを伝えましてね、いろいろ手続きする書類とかも書いて3ヶ月間預かってくださいと。で3ヶ月間預かっていただいて、その間にもしね飼い主さんが現れたら、その間にかかった食費であるとか医療費であるとか飼い主さんに請求することができますと。で3ヶ月間経ってもし飼い主さんが現れなければ、うちの好きなようにして構わないですっていうように言われたんですよね。当然好きなようにしていいって言われたらうちで買いますよね。その足で警察から帰る足でね獣医さんのところ行きまして、あの病気してないかとか、であの飲みとかついてたらいけないんでね、そういう飲みのお薬なんかももらって、まあ、 あの病気してなさそうだし、いたって元気そう、あの食欲もあるみたいですしね、もしねあのここの病院でこの病気にかかっていらっしゃる飼い主さんでね、子猫がいなくなったなんておっしゃる方があったら連絡してくださいねっていうことでね、写真撮ってもらって、で帰ってきたわけなんですよ。でそれが、2021年の12月の15日でした。そこからね3ヶ月経ちまして、2022年の3月の15日でね、カプランはうちの子に正式になりました。3月16日の朝にね警察さんから電話がかかってきましてね、保管期限っていう言い方はあれですけれども、期限が来ましたので正式にねカプランちゃんはあのお宅の子猫ということになりましたっていうふうに通知いただきまして、改めて正式にうちの家族の一員というふうに認められてね、うちで飼うようになったわけなんですよね。なので今日はねカプランが我が家に来た記念日っていうことになります。ちなみにねあのカプランというのはトルコ語で虎のことです。虎猫じゃないんですけどね、はい、あの虎のように強く大きく元気に育ってほしいということでね、カプランっていう風につけました。フルネームで言うとカプランコラガブリエルアディカムカムって言います。アディのバリをかじったんですよね。なのでね、あのカプランコラガブリガブリってかぶるからね、ガブリエルでアディをカムカムしたアディカムカムっていうことでフルネーム、長い名前がつきました、はい、というお話でございます。うちへ来た当初はねテーブルに乗ってはねもう人の手から食べるものをひったくるし、それにマグカップなんかを見るともう必ずねそのマグカップを倒して中のものを飲もうとするんですね。中身がコーヒーであろうと 何であろうとも関係なしな、お構いなしな感じでねそういう悪いことをしてた子なんですね。もしこれが誰かに飼われてたとしたら、どんな飼われ方、一体どんな飼われ方してたのかなって、ものすごくお腹を空かしてました、ね、
ちゃんとご飯もらってなかったんじゃないかなってすごくね心配した覚えがあります。こんな感じにねコポって穴が開いてきました。見えるかな。はい、ターキッシュスピンドルでつぶいたいとこんな風にね減ってきました。今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。